フィギュアスケートのロンバルディア杯がイタリアのベルガモで開幕。女子ショートプログラム SP が現地時間9月13日に行われ、今季初戦を迎えた坂本香織が73.5を3点で2位発進となったが、世界女王は黒髪から大胆な金髪姿にイメチェンし、SNS 上でも注目が集まった。画像、フィギュア坂本香織が大胆イメチェン。金髪姿で W ピース。 海外のフィギュアスケート専門メディア、ゴールデンスケートは、公式のインスタグラムで、競技前の朝の公式練習の様子を公開。そこに映った金髪の坂本に、香りなの。と驚きの声が上がり、さらに、別の投稿では、真っ赤な衣装で演技する坂本の写真を投稿。これには、美の曲地だ、という声が寄せられていた。また、 同メディアは SP の地に行った坂本へのインタビュー内容をインスタに掲載。それによると、坂本は、今日はシーズン最初の試合だったので、コンディションは万全ではない。でも、今自分ができるベストの滑りをするつもりだったし、それができたので、ほっとしていると話している。オフシーズンをどう過ごしたかについても聞かれ、3月に世界選手権が終わって、 4月から今シーズンの振り付けに取りかかる前は友達と遊んでいました。初めて富士急ハイランドに行って友達と楽しい思い出をたくさん作りましたと充実のオフを過ごしたことを明かした。そして金髪にしたいきさつについて聞かれると最初はグラデーションをやりたかった。そうしているうちに毛先に向かってブリーチして色を足していったんですがプリンみたいになっちゃってその感じがあまり好きじゃなかったんです。 それで全部ブリーチにしようと思って全部綺麗にブロンドにしたんですと説明。笑顔で W ピースをしている写真が印象的だった。